外れてる。おいおい。ちゃんと入ってもらう。いやいや、もっとこっち行ってください。いや、俺多分ちゃ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 、横につく方が乗ってるんじゃん。園長さんが座椅子みたいになってる。そうそうそう。どうですか、栃木旅行。いや、でも気持ちいいよ、本当に。いや、でも出たいな。なんか気持ち悪いんだけど、気持ち悪い言うなよ。赤嶺君の土地はね、昔2人で風呂入ってたけど。ああ、そうです。いやー、気持ち悪かったですね。海さんどうですか。もうちょっと重たいんで。あ、ごめんなさい。じゃあ赤嶺君だけで行った。はい。大丈夫。すごい体してますね。ちょっと立ってもらっていい。大丈夫。ちょっと押せ、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 すごいですね、からしがなんかチンコみたいな体して幅がさ、お腹の方が細いですね、ここより。そうやばいっすね、チンコシルエット。あ、いや、いいっすよ、座ってみて。もうさ、入ってんやん、言う。そうなのよ、言うないのよ、もう本当に。あれだけ晴れてない最悪なんですけど、なんでこれ払うのに難しくない。今いくつみんな。34ですね。38です。37です。31です。皆さん30代、はいはい。今日も終わりですね。誰が一番最初に結婚するんですか。あ、僕ですね。はい、北海道で怪物くんが女の子と歩いてましたっていう DM が僕のところに届きまして、なんでそういうこと言うかな。ダッパホテルでやろうと思ったんですけど立たなくて、次の日もあったんですけど立たないって。それ彼女なんですか。彼女っていうかキープしてる女です。キープ。その方は結婚すんの。ちょっとまだ分かんないですね。キープしてますね。でも前の彼女はさ、もう速攻結婚みたいなノリやったやんか。名前を決めてたんで。その子は違う。いや、その子もね、私が一番がいいって言ってね、結婚したいって言ってるんですけど、まあいろんな女ちょっと試したいなっていうのがあって。まあこんな感じでちょっと恋バナをしよう。聞いてるか、その怪物くん以外の3人さ、なんか合コン行ったとか言ってませんでした。あったドイッチが誘ってくれたんだよね、俺らのこと。ああ。呼ばれてないけど。いやいや、いろんな空気悪くない。空気悪くならないから。あんただから、そんなデッパとも言ったんじゃないから。で、どうやったそれは。なんか飲んだんだよな。で、ドイッチが結構その盛り上がって、で、それでなんかディープキスしてな。飛びすぎじゃない。それでディープキスとかしてな。ゴイスケさんはしなかったんですか。俺も全く現場を見てないんですけど、わざとディープキスしたみたいな。現場おったんじゃないの。おら、よしたわよ。よしたよ。ずっとその学生の飲みでずっと一気ばっかりやってたんだよな。乾杯したら一気みたいな。ああ、飲みまして。ゴイスケさんはどうやったんですか。それ俺は理事会行ったんですけど、で俺とエンジェルともう女性の方がいたんですけど、3人で行ったん。理事会それでカラオケバーみたいなところ行ったんですけど、うちはリモラム潰れちゃってたんで、ずっとリュックにね、ゲロまびして。でリュックに入ってたの。ゲロはいつものことなんですよ。そこら辺に入るとはあれだから、自分の持ったリュックに入って。でもリュックはもうタプタプってことですよね。はい、そう、タプタプ。僕とその女の子は結構フルーターがすごい好きだったんで、めちゃめちゃ歌ってました。めちゃめちゃカラオケ歌って楽しんだんですけど、やっぱりお店側からエンジェルちょっとそのまま置いときないからちょっと出てってくれみたいなこと言われて、エンジェルたち1万円渡してタクシー入れ替えて、ゴスケさんタクシー代くれて1万円。そっからゴスケさんそのこと差しですか。差しでカラオケに行って朝のラウンドで朝の5時までカラオケ。すごいなんか心通いあったんじゃないですかそれ。めちゃめちゃデュエットしてました。デュエットしてました。歌えるんですか、コスケさん。歌えるよ。歌えるんだ。なんだろう、今からカラオケボックス、多分ボックス行こうかって言ったら大丈夫です。いや、いいです。結局そのことはなんかその先はないんですか。別に、なんか友達としては付き合えるかなって感じですけど。恋愛対象としては感じなかったんですか。いや、まだそこまで行ってないですね。いけないんじゃないですか。いやそうなんですかね、スカイブさん。いや、さすが恋愛マスターはちゃいます、なんまにね。結構怒ってる。なんか俺そんなエピソードがないので、ドイツさんとかエンジェルさんの方がまた面白い恋愛エピソードが。怒ってる。
ジャーさんは牛宮城のあれは貼ってあるんですか。いや貼ってます、それからなくて。ああ何でしたっけ、それじゃあ説明して。あの牛宮城に行ってタイプの方が倒れて惚れちゃって一目惚れで、宮迫さんの焼肉屋さんに行った時にホールで働いてた女の子に一目惚れしたっていう話ですよね。ああそうそうそう、で連絡先渡して、まあ、今待ってるっていう形で、はい、もう認めることですか。2ヶ月諦めろよ。諦めた方がいいのか。諦めれるんですかそれは。いやでも俺はなんか好きって言おうと思ったら別に多分20年ぐらい好きで。なるほどなるほどなるほど。全然好きでいられるから、だから逆に諦めて次行った方がいいのかなって。のもある。今までそういう子がいたんですか、そのずっと。最長どれくらいですか。8年とか。おお。長い。8年間片思いしっぱなしってことですか。あ、そうです、そうです。好きとは言ってますけど、全然。あ、相手に実らずですか。まあ、全然。で、じゃあ、今一番このメンバーの中で遊んでるやろ。やりちん、やりちん。やりちんやんだ、大丈夫。結構さ、なんか怪物に暴言吐くと女の子から DM 来るんですよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。最高でした、みたいな女の子からめっちゃ DM 来るよね。おぉ。おっぱい出した画像とかめっちゃ来る。おい、逃げていた。うわちょっと見えない。ああ。マジ。ロイ出た、ロイ。うわ、何これ。おいちゃんさん、私とも飲みに行ってください。え、それは返すの。あ、返す。いや、ちょっとすぐに、はい。すぐに休みたいです。あとどうか。最近、ちょっとまたエッチできまして。おお。一緒に飲んだこと、エッチしましょうって言ったら、ホテル行きましてね。おお。何のことする。あ、いや、ファンです。おお、すごいな。売れっ子バンドマンみたいなお知らせ。めちゃくちゃド M の方で、耳元でちょっと囁いてよって。おうおう、なんでインナー女とか見てる。ああ、どうしたら言葉攻めしたんや。インナー女。それはリアクション良かったんそれは。あ、あーあーって言って。うちもちゃんと本当に裸になったし、そういう。別にその状態で俺服着てると思ってないよ。なんかでもやってたんですけど、やっぱり床の先やっぱしすぎてて、また調子悪くなってて。床になってない時。あ、床でこすってオナニーすること。チンコ潰しオナニーね。普通だと全然立たないんで、ももを床に見立ててこすないと、地図に入んないんですよ。太ももにゴリ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 こすりつけないと、立たへんねや。ああ、なんか最初、セックスの最初盛り上がってたんですけど、2時間ぐらい経っても立たないんで、これ。え、2時間ももにこすりつけてたの?2時間?はい、2時間ぐらいこすりつけてたら、すごく寝ちゃった。まあ、寝ても入るかなと思ってやったんですけど、でも寝たら全然入んない。で、朝なんか、ちょっともうワンラウンドは大丈夫ダメですかって言ったら、いいですよって言ったんで、それでこうやって擦って、でもすぐ入れて、すぐポロンって出ちゃうんですよ。ポロンって出ちゃうんですよ。そんなビー玉みたいに落ちるの。20回ぐらい繰り返して、で、やっと入って、まあいけたんですけどね。おう、はい、なんで3人目のフィニッシュできた方でしたね。数ではこなせばいいって問題じゃないんですよ。おいやでも怖いと思ったんですよ。いやいや、もんがしてる時耳めっちゃこうやって触ってきてくれできずよねさ。ドイちゃんマジでやれちんやん。いややれちんやん。これ真っ向勝負してるんで、でもペイちゃんお願いします。いざってお見事。ゴスケさんはちょっとなんか片思いしてるんですよね。最近でも連絡も返してくれないなんかよくわからなくなってきてて。それ何の子でしたっけ。中学校同級生です。今38。今38なんで。でも25年前に知り合った子ってことですか。まあそうです、25年前に知り合って。25年間片思いしてるんですか。寄り道して戻ったり寄り道して戻ったりして、まあ、トータル何年ぐらいですか。じゃあ10は行ってるかな。ああ10年ぐらい。ね、行ってるよな。行ってるはい。結構ゴスケさんこう言い寄られるとすぐそっち行っちゃうんですよね。あ、そうだ。ゴスケさん太鼓で言ったじゃん、ファンですって言われちゃうと結構そっちに行こう。なんかその演じるみたいに待ってたら本当に死んじゃうんで。はい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 。で、そっちにふわーっと行って実らなかったらその中学の子にまた戻るって感じですか。まあまあ、うん。それは思い伝えたことあるんですか。その十何年好きな期間あったわけじゃないですか。あ、まあ、もう思いが伝えたことがあって、うん、その時は振られたりしましたけど、ただ今のところキープがいいかなと思ってちょっと1対1でやりたくないけどちゃん。頑張って。その方も同い年、38の同い年です。まだちょっと言うとね、まあそうそう寒くなってこっちが。はい、ちょっと恋バナ盛り上げちゃう。恋バナちょっと。どうじゃこれ
合コンで使うようなお題カードがある。好きなタイプ発表。イエーイ。好きなタイプ発表。ぶすけさんからお願いしてる。自分はこういう人間なんで、こういう人間を受け入れられる優しい人じゃないと。自分がこういう人間っていうのはどういうことですか。あの結構自分がやっぱりいろいろ性癖もおかしい。性癖もおかしい。何がおかしいんですか。なんかあの、うん、スカトそんなクエスチョンつけんでも言い慣れてるでしょ。別にヌードとか食うのは嫌いなんですけど、私とか見るのが大好きなんで。うん、だからそれを受け入れてくれる。まあそのやりたくないんだったらそれを別に他のでいいから見せてくれる。ここじゃないとちょっと他ので見せるってことですか。他のその画像とかそういう生は嫌だな。データで見せてくれって。データで見せてくれ。通帳が嫌よ。流出待った話やん、そんな。じゃあ次の人。でも僕はやっぱりゴキブリ話したい。もう帰ってもらっていいの全員。何やってけそれ。ゴキブリを生やして食べてたりとかするのを見るのは好きで、ゴキブリ生やしてこういっぱい部屋中駆け回るじゃないですか、うんうん、それを一緒に捕まえたいんですよ。そうそうそう。であとは膣の中にウナギをかわすっていうのがね。かわすの。かわすというかあの入れるでしょ、うん、あ頭から入れたいっていう。まあでもそういう風にやってくれる人はいいなと思いますけどね。え、生きたウナギってこと。あ、そう、もちろんあの死んでるウナギから。あ、まあまあ、なんかそういう人いるらしいよね。いや、そうですね、そういうらしいじゃなくて、真横におるよ。入れたウナギどうするのそれ。入れたウナギをこう、動いてうわーみたいな声上げてるのがあるんですよ。それでまあ別にね、うん、あの出してから顔焼きにしてもいい。あ、うなぎはうなぎとして食べるね、はい、そういう人がいいよって言ってくれるんだったら理想かなと思います。あ、はい、え、そのさっき言ってたその彼女になるかもしれない女の子やん。あー、もう絶対無理って言われてるんだよ。あー、なるほどね。大幅言ってんですね。そこくらいしたらちょっと考えますけど、皮膚から上に、うん、あー、なるほどね。昇格したってもいいって感じ。あ、そうそうそう。あ、いいじゃん別にと思いますけど、逃げるぐらいね。俺に本気なら。そう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 。ゴキブリ別に一緒に食べてないし。それはどういう食べ方がいいんですか。口挟んでこう頭にくねって。あ、ポッキーゲーム的な感じで。そうそう。うん。焼かないんだ。え？焼かないんだ。でも食べてくれたら本当に結婚ぐらいまで考えてもいいかなって。あ、マジで。すごいな。はい。結婚の儀式エグいな。やばいな。好きなタイプ。うん。喋れない子なんで、あ、話を最後まで聞いてくれる人、あ、まあ好きになる。なるほどなるほど。はいはいはい。そうで、あのなんか特殊な性格ないの？よう、この二人の後行ったな。性癖でもノーマルというか結構幅広いから薄く、ね、広く。広くって何？いろんなジャンルいけますよ。え、こんなにもいけるの？そういうの AV は見たことはある。じゃあうんこは。うんこもある。おーい、ね、じゃあ何が NG なの。おばあさん。あ、そうなんや。そこだけまだ言ってないけど。うん、若い子がいい。え、でも20年平気で好きになるわけじゃないですか。20年前よりは。それは大丈夫。あ、それは大丈夫ですか。好きな人がおばあさんは多分。ああ、それはいいんだ。俺だったらちょっとわかんないな。好きじゃなくなった。え、年取ったら。年取ったらやっぱりおばさんはちょっとなってなっちゃうんですよ。だってあれいつまでも若くいてほしいなっていうのが、ね、いつまでも若くいてほしいなってこと。若々しく年取ってほしいなっていう意味じゃなくて。そうだね、年取ったら終わりだと思うんだ。いつまでも年齢を取らない人にやってほしいってこと。そうですね、うん、じゃあ好きなタイプは不老不死ってことね。あ、そうっす。いつまでも18ぐらいがいいんだけど。あ、じゃあやっぱ18がいい。18がいい。今もなんか DM 高校3年生の人から来て、怪物くんにガチ恋して彼氏できませんって来て、おう、ちょっとだからいいかなと思って。お、手出しや。手出 手出して思いっきり捕まってやん。爆笑するからマジで。そうですか。3日3晩笑い続けるから。どいちゃんは。僕
チャットファイトできれば誰でもいいみたいな。ああ、感じで。本当、地味タイプ言うと、赤ちゃん顔で、身長170とか。赤ちゃん顔って何？赤ちゃんみたいな顔してます。はいはい。ここになんかこう、膨らみがあるものを、聞いたのがある。うん。はい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 。結構好きで。うん。あと、最近、あれだったのが、やっぱり、リアディドンみたいな顔してる人が結構好き。もう SS 級の美女やんそれ。リアビゾン顔、赤ちゃん顔。その赤ちゃん顔ってその芸能人でしょ、その三田アナウンサーですね。ああ。基本殴り合えれば全然大丈夫。はい、次のお題いく。欲しい子供の数発表。はい。カウス君からじゃあ。俺僕4人は欲しいです。はい。あ、そう。男女で。ああ。とりあえず長男失敗した時のために。俺みたいなのが生まれた時に保険として4年もなけて長男は失敗やったな。失敗ですね。生まなきゃよかったですよ。そのためにいい側にいるってこと。そうだからもう失敗作サイドの意見として、いい側にそうですね。自分でも経験してるからもう本人として経験してるからな。他の人はどういうことですか。エンジェルは、あ、でも僕も4人なんで一緒に4人兄弟っていうのもあるんで。まあエンジェルさんがどうしたの。俺は2人かなって思いますね。うん、一人っ子だとバカ飲みしたっちゃう傾向があるらしいので。はあ、ずいちゃんは。自分はゼロですね。あ、ゼロなんだ。僕落ちてってるんで、この土井家が。うん、で、なんかリムジンで迎えに来るような部長から、ひもの親父になって、芸人になっても。ああ、ちょっと遺伝子もう買った方がいいな。あ、もう土井家は自分で打ち止めにした方がいいと。自分が責任持ってぜひ。一人ぐらい結婚した相手と相談して決めるみたいなこと言ってくれてもいいねんで。で、トリちゃんじゃあもういいんや。いや、いいですね。うん。そして本当、男性者の時に。生まれても子供。あ、俺の遺伝子を継ぐ人間なんて。もう自分一歩間違えば犯罪者の。まあ、でもまだ分からんもんな、正直。この先、犯罪者になるかもしれんもんな。ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ次。次お題。うん。どうする？いつまで続けるこれ。ロボットダンス。なんだなんだなんだ。ロボットダンス。ロボットダンスやるってこと。うん。じゃあ園長さんお願いします。ロボットダンス。あ、できてる、できてる、できてる。できてる、なんかできてる、なんかできてる、なんかできてる。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ褒めてる。次じゃん、ゴスケさん。リアルキス顔。今までに付き合ったらいいかな、今日。あ、これちょっと見てる女性視聴者ショック受けるかもしれんな。人数によっては、人数によっては僕一人ですね。はい、ゼロです。のすけさんは正確に言うと0.5 とか、何 0.5 って。休憩の時に付き合ってるか付き合ってないかよく分かんないやつが一人いて、よく分かんないのが一回あって、それ付き合ってないんです。あ、付き合ってんだ。あ、ゼロです、すいません。ああ、どいちゃんが3です。嘘だ。いけいけやん。自分が S から M か発表。じゃあ M だと思いますね。ああ、見つけられたいんで結構。ああ、ハイヒールで。ああ、年玉とか。え、そうなん。結構眼球ギリギリまで行ってほしいんですね。ああ、踏まれるのが大好きなんで。ああ、エンジェさんどっちもいけると思うんです、僕は。ああ、エンジェさんの S 怖そうやな。ゴスケさんは S っすね。あ、そうなの。踏まれるとか嫌だもん、なんか。ドイツはでも S です。おお、ちょっと前です。この家族、ずっと投げられてます。はい。どうする。そろそろやめる。